俳優の横浜流星が2019第32回小学館ダイムトレンド大賞でベストキャラクター賞に選出され、13日都内で行われた発表贈賞式に出席した。同アワードはビジネスからエンターテインメントまで幅広いジャンルにわたり、その年のトレンドとなった注目商品やヒット商品、サービスなどを贈賞するもの。32回目となる今回、雑誌ダイムおよびウェブマガジンアットマークダイム、アットダイムで読者からの投票を募り、その結果をもとに編集部と選考委員小山君同士、真鍋香織氏、安田典人ダイム編集室長が協議を行って決定した。今年 TBS 系ドラマ初めて恋をした日に読む話でピンク色の髪が印象的なゆりゆりこと百合恭平を演じてブレイクし、さまざまな作品に出演した横浜祭も輝かしい活躍を収め、多くの人踊り時の支持を集めた人に贈られるベストキャラクター賞に輝き、素敵な賞をいただけて光栄に思います、本当に嬉しいですと喜んだ。そして自分にとってターニングポイントになった年でした。恥恋から始まって、たくさんの方に認知してもらって、それ以降もたくさんの人に出会い、さまざまなことを経験して学んで、素晴らしい時間を過ごすことができましたと今年を振り返り、来年に向けて俳優人生の新しいスタートだと思いますが、僕自身は変わらずに地に足をつけて、これからも良い作品を作れるように前向きに頑張っていきたいですと語った。次のページこれから挑戦してみ大役を聞かれると、どんな役もやりたいですけど、みな。